全日本新人王ウェルター級決勝戦5ラウンドを行います。赤コーナー6戦全勝、全6勝のうち3勝がノックアウト。公式では146パウンド2分の1、横浜光事務所属、いまだ無敗の東日本新人王決勝戦技能賞、松永広信。東日本の技能賞、松永広信、27歳です。青コーナー7戦全勝、この7勝は全てノックアウト。公式量は145ポンド2分の1、久留米串間事務所属、いまだ無敗の西軍代表決定戦敢闘賞、別府ルーキー。7勝のうち5勝が1ランドノックアウト。九州にそのタイトルを持ち帰れるでしょうか。同じく福地雄二、レベリー杉山敏夫。もう当てる。全日本新人王ウェルター級の決定戦です。まだ負けたことない者同士、この後勝敗決するということになります。さあ、ウェルター級の頂点はどちらに輝くんでしょうか。さあ、一気にいった、レップがいった、一気に箱いって右を振った、右のクーを振ったが、一気にボルテージが高まりました。後楽園ホールです。さあ、青コーナーに追いやっていく、左のジャブからオーサップスタイルで、右のファイタータイプの別府ゆきはどんなプレッシャー、右ロックを振っていった、ガードの上、そしてもう一度右。ただここ松永、赤いトランクスの松永、冷静に見ていきます。さて、この試合の放送の解説は浜田剛さんです。浜田さん、いきなり来ましたね、別府ですね。新人王らしい試合ですよね。右、そして右、左ロック、サイロックを振っていく。自身でも右のファイタータイプ、第1ラウンドからどんどんと行きたいと話していた別府ゆき、右、左、サウスポーの松永、打ち合いになる。まあ、ベップは全慶応ですよね、はい、そして松永はですね、体がやあの柔らかいですね、ですから結構守りがいい選手なんですね、ただ松永のその顔が早くも赤くなっています。右のストレート一発かわして、ただ左の打ち下ろしは松永です。青いトランクスのベップ、自身のその得意なパンチをベップは打ってるときは強いですよ。打たれた時にどうかというのがありますよね。打たれた後、打たれた時にどうかですね、ベップは、ここは松永冷静です、まあ、当然そのベップの7つのノックアウト、その戦績を見て、まずは様子を伺っていきたいと話していましたが、松永ここは打ち合いに臨んでいます。まあ、当然打ち合いに臨む、そのケースもあるでしょうと話していましたが、松永、ただここは松永がうまく対応してますね。まあ、そうですね、まあ、いきなりベップが右から、まあ、サウスポー対策もあるでしょうけどね、右から行ってくるところを外して右を返すというやり方をしてますね。まあ、ですから松永が今のところは冷静にうまく進めてますね。なるほど、赤いトランクスの横浜光ジムの松永です。東日本では技能賞も受賞しています。ここはゆっくりゆっくりとプレッシャー、その潮の流れを自分に持ち込もうという赤いトランクスの松永です。松永は左のストレートを得意としています。第1ラウンドもあっという間に1分を切っている。ここも打ち割り、左を狙っていきます松永です。序盤こそ一気に別府がプレッシャーかけていきましたが、松永のそのリズムなりつつあるこの後楽園ホールのリングです。あ、別府はあ、いきなりガーッと爆発するような形で今までのカットをしたというふうに思いますね。そうですね、左左と左、はい、ただ松永の方が体が柔らかいんでですね、なるほど、まともには振ってないですよね。日体大の野球部に所属していたことがあります、赤いトランクスの松永です。左、ここも一気にスピードに乗せて左を放っていく松永。ベップは少しにやりと笑う、そんな守備、右、グラック、左くまして、はい、ただ松永も返して、でも最後は別府がまたダウンを奪うというね、まあ、それはですね、やっぱり
パンチがあるということなんですよね。はい、ここまでの流れはですね、やっぱり松永いい流れ持っていったんですよ。ただやっぱりパンチあるというのは一番の武器ですね。まあ本当ベップはパンチあるんですよ。ただ松永もこの1分間で回復どれだけするかにもよりますけど、体が柔らかくて、そして、まあ頭脳的なボクシングするんですね。まだ分からないですよ。なるほど。この松永、その別府のフック系のパンチ、うまくストレートを合わせるのが見えたんですが、いかがですか？確かにやってはいましたけどね、ダウン取れた時に左、右、まともに組みましたね。なるほど。さあ、そのダメージはいかほどか、そして一気にノックアウト、キャンバスに沈めてしまうのか、別府勇気。ラウンド2。別府は西軍代表決定戦の敢闘賞を受賞しています。一方の松永は東の技能賞、三賞受賞者同士の対戦です。また一方両者負けがありません。ここもダウンです。ダウンが効いてますね。まだまだ40秒ありますからね。さあ、このラウンドで別府の目、別府の視線、別府の視線が見据えている。さあ、体重を乗せて右を振った、右のストレート、右のボディが左、ここで止めました。ボディが止めました。2ラウンドテクニカルノックアウト勝利。福島ジム別府勇気、初めてジムにその全日本のタイトルをもたらしました。まあ楽しみな選手ですよね。これで8戦全勝になりますよね。はい、8戦全勝です。パンチがあるのはいいですね。何か浜田剛さんを彷彿するようなそんなパワーでしょうかね。いや本当にですね、まあ新人だし、まあ、ここ最近新人のみんなスマートなボクシングが増えてきたところありますけどね。おー、なるほど。こうやってガンガン方のやっぱり新人が出てきたというのは楽しいですね。なるほど。2ラウンド32秒ノックアウトにまして勝者青コーナー別府勇気。圧倒的なパワーでした別府です。ただ浜田さん、敗れました、はい、松永もこれから楽しみですね。いや本当ですね、ダウン取られるまで、まあ、1ラウンドのダウン取られるまではですね、いい流れを持っていけたんですけど、まあ、これでいいと思った時にやられたところはあったんですね。ただ、能力はある選手ですから、今後期待選手ですよね。敗れました松永は初めてそのプロのリングで黒星、また別府につけられたということになりました。ただ今後が非常に楽しみです。さあ、それでは勝ちました別府の声です。全日本新人王頂点を制しました別府勇気選手です。ありがとうございます。きつかったです。ただし1ラウンド終盤にまた一発で流れを変えて、そして2ラウンドノックアウト、いかがだったでしょうか？いや本当自分にはパンチしかないので、2ラウンドパンチを出し続けるように頑張ったので、その結果が出てよかったです。この後楽園ホールが大きく湧き上がりましたよ。ありがとうございます。本当に嬉しいです。全日本の頂点に立つ、それは別府さんにとってどんな思いですか？いや、目指すところはまだ上がありますので、通過点としてまだまだ練習したいと思います。そしてジムとしても初めての新人王獲得ということになりました。これはいろんな人たちの思いも詰まってるんじゃないでしょうか？いや本当ですね、地元からたくさんの応援の方とかが足を運んでくれたので本当感謝しています。福留の方から、ね、たくさんの方がいらっしゃったわけですね。はい、そうですね、もう本当は嬉しいです。その皆さんに一言。本当は遠いところから足を運んでいただいてありがとうございました。まだまだ強くなるので応援よろしくお願いします。そして最後にそこで一言、松永選手から声をかけられました。いや本当に強かったですねというふうな言葉をかけられましたが、いかがだったですか？いや松永選手もサウスポーで本当にやりにくくて、本当自分が負けれるか相手勝つかの紙一重でした。本当強かったです。さあ、いいライバルとしてこれからも一歩二歩と進んでいくと思います。2015年、そしてこれからの抱負を最後にお聞かせください。まだまだできれば連続系をして上を目指していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。見事全日本新人王頂点に輝きました別府勇気選手でした。勝ちました別府勇気。現在はパチンコ店でアルバイトをしながらボクシングを続けていると話します。浜田さん、はい、この別府は
あのカザフスタンの KO キングゲンナジー・ゴロフキンが憧れだと話してましたね。なるほど、まあ、この右、はい、そういう風にやっぱり、メイチャンピオンですよね、目標に、それで、一歩一歩近づいていこうという気構えもいいしですね、はい、本当来年再来年と楽しみな選手が出てきたもんですね。田村さん、先ほどのお話に戻りますと、やはり最近ではこう序盤様子を見てしまう、そんな新人も多かったということなんですね。そうですね、みんなやっぱりあの綺麗なボクシングになりましたからね、まあ、やっぱりポイントも取らなければいけないということですけど、こういうふうに最初から荒々しく打つという、まあ、醍醐味な選手っていうのは、まあ、久々に出てきたという感じにしましたね。今後このパワーをまた存分に生かしていくためには、どんなところをこうレベルアップしていく必要がありますか。実際このパワーは売り物ですけど、当然そうですね、はい、まだまだ磨くと。そしてもう一つはですね、やっぱり打たれた時にどうかっていうのは、やっぱりここ1ラウンド、まあ2ラウンド KO しましたけど、1ラウンド見た時にもありましたから、田村さんのご指摘にもありましたね、はい、そういったディフェンスのも面、今までは打っていって勝ったわけですけどね、今後は打ってくる選手もいますからね、はい、そういう時の対抗するような守りの守り方、それも必要になりますね。大歓声に包まれました後楽園ホール、日本のベルトを自分の腰に巻きたい、そう話した別府勇気、ウェルター級の全日本新人王に輝いています。